ノルブランの自画像、ワルシャワの腰上況での反逆者の処刑、ノルブランの同時代を扱った作品の一つ。腰中主公放棄の最中、第二次ポーランド分割の原因を作ったパルゴビツァ連盟の参加者が国家の敵として処刑された。もし連盟のメンバーが捕まらなかった場合は、この絵のように肖像画が代わりに公式刑を受けた。ジャンピエール・ノルブランド・ラグルデーヌは、 フランス出身の画家、素描家、彫刻家、風刺画家。1774年から1804年まで30年の間ポーランドで暮らし、同国で市民権を得ていた。ポーランドでは、ヤンピオトル・ノルブリンの名前で知られる。ノルブランは、ポーランドの啓蒙主義時代において、最も重要な画家として知られる。彼の画家としての成功はポーランドで実現したもので、作品の受注者は、 ポーランドの最も有力な貴族家門であった。ノルブランは19世紀の初めまでパリに帰ることはなかった。彼の作品のスタイルはアントワーヌ・バトーの影響を受けたことを示しており、またガナル・エニア、田園の合奏といった華やかな主題と結びつきの強いロココ様式を逆に日常生活の情景やジャーナリスティックな視点から捉えた政治的な事件と組み合わせるものであった。 ノルブランはポーランドを去る直前、同国の全社会階層の類型を描いた一連の肖像画群を制作した。ノルブランは1745年にミシー・シュル・ヨンヌで生まれ、1760年代前半に画家として生計を立て始めた。その後、彼はレンブラントやバトーに影響されるようになった。1769年頃、ノルブランは フランチェスコ・カサノバの工房に弟子入りし、1769年から1770年までパリの王立会が彫刻アカデミーに在籍し、1770年から1771年までルイ・ミシェル・バンローやジョゼフ・マリー・ビアンに指示した。1771年から1772年頃までは、ノルブランはパリ、ロンドン、ドレスデン、スパで仕事をこなし、 おそらくこの時期は、クリスティアン・ビル・ヘルム・エルンスト・ディートリヒの工房にいた。1772年、ノルブランは、ポーランドのアダム・カジミエシチャルトリスキ公爵と出会い、その後2年の間公爵の旅行の友をした上、公爵に誘われるまま、ポーランドへとやってきた。1774年から、ノルブランは、ポーランド有数のマグナートであるャルトリスキ家を抱えの、宮廷画家、そして、 同家の子女たちの家庭教師を務めることになった。彼の初期作品で最も有名なのは、イグナチ・クラシツキの記事英雄師ムイシェイダのために描いた挿絵であった。彼は、プワビア・ポボンスキといった、チャルトリスキ家の領地で、絵画制作や、室内装飾にいそしんだ。後には、ニエボルフにあった、ラジビウ家のアルカディア宮殿の装飾を依頼されたり、ポーランドを、 スタニスワフ・アウグスとポニャートフスキからの仕事の依頼も舞い込んでいる。1790年、ノルブランはワルシャワに移り、ここで個人経営の美術学校を開いた。同市に移住したことにより、ノルブランはポーランド・リトアニア共和国末期の歴史的な諸事件をその目で見ることになり、それらの事件を自らの筆で滑車する機会を得た。彼は、 素早いデッサンで5月3日憲法の成立と、その廃止までの経過を描き、その直後に起きた、コシチュシコ法規の意気承認となり、絵画によって法規の様子を記録するなど、この時期に起きた大事件の数々を絵画を通じて、不滅のものにした。彼が作品として描いたのは1794年4月のワルシャワ放棄から、それに続くワルシャワの旧市場町でのタルゴビツァ。 連盟参加者たちの処刑、ラツワビツへの戦い、そしてプラガの虐殺までであった。ノルブランは1804年にフランスに帰国した後も、ポーランドでの体験や経験をもとにした、絵画制作を続けたが、ナポレオン戦争など、自国の同時代の出来事をも描いた。ノルブランは1830年にパリで没した。ノルブランのポーランド人の弟子の中では、アレクサンデル・オルーフスキー、 ミハプーンスキ、ヤンルステムラが有名である。ありがとうございます。